ちは。こんにちは。こんにちは。今最近ちょっとあのネットとかでも話題になりましたけれども、はい、あの野村克也さんがですね、番組で平成ベストナインを選ぶみたいな企画があって、それが結構ネット上とかで話題に上がってまして、はい、それ乗っかるか乗っかりましょうよ。もう乗っかってみますか。ちょっとっで俺知らないんだよ、まだ見てない。あ、本当ですか。あの楽しみ楽しみ。どういう人選んだか何度かやってるじゃないですか、このベストナインゲームを。今までの歴代とか、まあ、これ平成縛りになるんですか、ね、平成縛りでしょ。多分平成ベストナインなんで、だ平成から今は現役でもいいわけでしょ。そうです、現役今は大丈夫です。今現役は、はい、やったほらなんだよ。ゆたかさんが考えるにしますか。そうだな、やっぱダルビッシュかな、ピッチャー。おー、でもそう、歴代、それは歴代でも、はい、言ってましたよね。ずっと言ってますよね。いやー、あの子のポテンシャルっていうのはすごいよ。まあ、肘を手術してね、はい、まあ、ちょっと落ちてるのかもわかんないけど、はい、日本ハム時代ってすごかったよね、はい、だからマークもすごいけど、はい、威圧していく力っていうのはダルビッシュの上だよ。どんどん、まあ、例えば 18.44 の中でさ、はい、精神的な勝負もしてるわけじゃない。ダルビッシュはこう、もうバッターボックスまで押し込んでいくもんね、多分。そういう威圧がね、ダルビッシュにはある。キャッチャー、次キャッチャーいきましょう。平成でしょ。平成、そうですね、はい、平成って何年だ。1900、89年が元年です。あ、89年か、はい、まあ、には多分やってた選手になるんですよね、含まれ。キャッチャーはやっぱ古田かな。あー、やっぱそうっすか。谷繁もいいけどね、古田と谷繁ってどっち取るかな、はい。まあ一枚、はい、やっぱり古田の方が上のような気がするけどね。そうですか、やっぱゴーツつけがたいけどやっぱ古田だな、はい、俺も平成やってた、そういうの。やってますよ、やってるよ ねそうですか、やってますね、やってる。おだから豊さんも入ってくる可能性ある。確かにね。なんでそのいや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 、それはもう、それはもう、それはそうですよ。はい、ファーストいきましょう。平成だもんな、はい、やっぱ落合さんだな。これ外国人抜きでしょ。あ、いや、まあ、抜きですね、抜きで、はい、ダンディ・バウスっていうのもいたから、ね、ああ、そうですよね。まあ、落合さんだな。あ、じゃあ次、あ、どうします、あえてちょっとセカンド飛ばしてる、飛ばしてるのパターンもう申し訳ないですね、申し訳ない。じゃあ、サードいきましょう。サードですね、三塁手。まあ、平成で言えば、はい、おかわり。おお、はい、やっぱあのホームランアーティストっていうのはあれだけど、守備とかいろいろ総合するとやっぱりパラになるのかな。ああ、なるほど。同級生でもあり、ライバルでもあり、見てますもんね、一番近く。やっぱ花があるよね。ああ、花があった。まあ、でもおかわり君っていうのは俺はすごかったからね、うん、あのホームランっていうのは、まあ、今力は落ちてるよ、はい、だけど平成の初期の頃、はい、すごかったよね。まあでも腹かな、バランス的に。まあ次ショートいきますか。ショート、はい、ショートはもう坂本。ああ、やっぱりそうですよね。そこはもう俺も言ってますもんね、ずっと。これは坂本を俺ね、はい、死ぬまで離さない。死ぬまで離さない。坂本の右に出るやつはいないよ。今までのショート入れてってことですよね。もちろんだよ。おお、何年レギュラーでジャイアンツで張って、そうっすよね、何本打ってんの、はい、この前も言っといたら3000本打てよって、時代変えてくれって言ったら、いや3000本ですかとか言ってたけど、はい、目が光ってた。あ、やりますね、絶対右の3000はいないですからね。絶対行きますね、はい、本当に俺は絶対坂本外す。うわー、やっぱり外せないし、離さない。あいつがどんなその、まあ、報道があっても、はい、俺は外さない。報道、報道、まあ、何かしらの、はい、まあ、例えばその熱愛とか、熱愛とか、はい、いろいろあっても坂本だけ外さない。絶対に。でもチャンネルではこすります。はい、こすもちろん、しっかり、しっかり、もちろん、はい、絶対回りますからね。またプロ野球ニュースからの縁がね。次じゃあ外野行きましょうか。行きましょう、はい、まあポジション的に言えば、はい、あ、まあそう、いじったとして、やっぱ松井しかいないだよね。ああ、そうっすよね、松井しかいないっす。松井しかいない。ああ、でセンターはギーター。おお、
もうこれも、はい、お前このチーム何本ホームラン打つんやっていうような感じ。確かにそうっすね。めっちゃ可愛そうっすね、はい、で、ライトはもうイチローでしょ。まあそうなりますよね。そうっすね。もうそこでしょ。これやっぱそうっすよね。もう外野はすんなりだと思う。それは久保さんとか、昭和のね、はいはい、久保さんとかいろいろいたら、はい、そりゃ迷うよ、はいはい、チームを作るときに迷うよね、はいはいはい、だからみんな4番バッターばっかり並べてるわけだから今。まあそうですね。だからそういう意味では迷うかもが、チームっていうことになると迷うかもなんだけど、やっぱベストラインってなると、うーん、やっぱそうなりますか、イチローだよっていうこと、はい、いや、まあ間違いないっすよね。間違いないっすで、リリーフ、あーそうですね、これリリーフと抑えもちょっと出してるんで、中継ぎ、はい、中継ぎ、まあ抑えは、はい、俺は魔人だと思う。ああ、もうだって実際、可愛がってますね。いや、あいつはすごかったやん。いやー、もう僕らも見てますから。ほぼ大丈夫だと思う。もうなんか仕事終わったみたいな。とにかく、あいつに、あいつまでに繋げろと。そう、そこまでに1点リードしとけば。絶対押せる。いや、俺はやっぱり、はい、抑える中で圧倒的だよね、多分。大魔人って言われるぐらいですからね。異名があるぐらいですからね。で、リリーフは中継ぎ難しいっすね。ちょっとね、これインチキっぽいけど、岩瀬、あー、まあ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 、これもう抑えなのか、はい、リリーフやってた時代もあるから、はいはいはい、ありますね。佐々木はね、リリーフやってた時代っていうのはないんで、やっぱすぐ抑えなの、はい、だからそのリリーフの時代も考えて、はい、リリーフというふうに考えられると岩瀬なんだ。はあ、なるほど。何がすごいかって、丈夫なことだよね。一番大事ですね。もう本当丈夫。だから俺は岩瀬だ。ああ、もう違う、認識っぽいけどね。まあでもいいんじゃないですか。はい、嬉しいです。それはもう中日からしたらもうやっぱね、中日今、いやもう岩瀬がダメって言うんだったら、はい、まあ短命ではあったけど俺は浅尾だな。ああ、でもやっぱ全盛期ですからね。あの時は浅尾だったからね。もう朝は出た時点で終わったもんね、ゲームは。いや、勢いガーッと来てたら朝尾がビタッと止めて岩瀬が渡すから、うん、ただ JFK も良かったけど、いやーそうっすね、やっぱり、はい、いろいろあるんだよ。 JFK も良かったっすね。流れも確かに、まあ、だけどその中でもまあ岩瀬朝尾っていうのはそれはすごかったと思う。ああ、じゃあ出そろいましたね。よし、頑張った。あ、あれ、それから言えないじゃん。どうすか、それ言えないじゃん。セカンドは、いや、大丈夫ですか。なんだろうな、大丈夫だ。これはむずいっすね、セカンド。でもね、これはね、むずくもなんともないんだよ。はい、山田哲人だよ。おーあら、そこは、いや、そこは俺はね、はい、負けるよ。まあ、負けるっていうか、はい、トリプルスリー3回だよ。いやそうですね、山田しかやったことないんだ、うん、はいはい、それが内野手でやるっていうのがすごい。いや、山田選手も結構溺愛されてますもんね。ですよ、はい、いや、哲人もいい選手だもん、はい、やっぱ走れるし。まあそうっすよね。お前坂本山田って1、2番だったらたまんねえぞ、はい、お前はぁみたいな。いやもうキャーキャーですよ、絶対。その人気もあるしね。キャーキャーどころじゃないよ。ほんで3番松井秀喜、はい、4番落合、はい、お前どうやって抑えるんだよ。イチローさんもいますよ。イチローがいるじゃない。むずい、打順もむずいっすよ。難しすぎるよ。いや、まあ、間違える1番イチローだよ。いや、まあまあ、そうっすよね。はい、で、2番に坂本、お3番松井、4番落合、5番ギーター、あーまあ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 、はい、で6番に原、あーそっかそっか、7番に山田哲人、8番に古田、はい、お前どうやって抑えるの。夢あるなぁ。ありがとう。わぁ、最高っすね。いやいいっすね。ダイソーでいいっす。落合さんのダイソーは我らが我らが高木豊が、ダイソーで行かせていただきます。